7号通りは、東京都渋谷区旗ヶ谷にある道。東側にある6号通りと並行するように、京王新線旗ヶ谷駅付近から北側に伸びる。大ね公衆街道との交差点、ライフ旗ヶ谷店脇から始まり、旗ヶ谷3丁目交差点を経由して、中畑小学校付近に至る道を言う。かつて7号通りにあったオリンパス旗ヶ谷事業所。 幡ヶ谷駅から西に100メートルほどの場所にあるライフ、幡ヶ谷店脇から北側に伸びる道である。幡ヶ谷駅の駅前商店街としてにぎわっている六号通りと比較して、七号通りは商店の集積は少なく、飲食店、喫茶店、米屋、委員が何軒か、ある程度である。商店街が形成されていないことから、同じ幡ヶ谷にある六号通り及び笹塚にある十号通りと、 比べると知名度は低く、地元でも七号通りの故障は一般的ではなくなりつつある。現在、七号通りはバス停や公園の名前としても使われている。この道は、旗ヶ谷山頂目から旗ヶ谷駅方面に抜ける道となっており、朝は通勤、通学のもので混雑する。七号通り周辺はかつて工場が集積し、旗ヶ谷工業地帯とも称されていた。 かつては、オリンパステルモの本社社屋及び工場が存在していたほか、ガラス工場も立地していた。現在では、工場はなくなり、駐車場や公園として使われている。7号通りの中腹あたりで交差する水道道路はかつて、玉川上水深水路と呼ばれる水路であり、この地には橋が架かっていた。この水路にはこの橋を含め16の橋が架けられており、この橋が、 新宿方面から数えて7番目の橋であったことから、7号橋と命名され、7号橋がある道路を、7号橋通りと呼ぶようになった。その後、玉川上水浸水路が廃止され、現在のような水道道路になった際に橋も廃止されたが、その時に通りの名称からも橋がなくなり、7号通りになったとされる。7号通りバス停が、 旗ヶ谷三丁目交差点付近に設置されている。ありがとうございます。